こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、西アーク村の山根さんが同じ岡山にお住まいの新助さんという方を紹介してくださっている動画がございました。この新助さん、私の方にもね、動画をよく送ってくださるんですけども、まあメカニックのね、本当に難しい修理の動画とかをものすごくいっぱい上げてくださってて、もう私なんて完全についていけないなっていうことがありますけども、今回なんかヘリコプターですか、ヘリコプターの動画を山根さんに送って、それで山根さんがそれをね、痛く感動して新助さんを紹介するみたいな流れになったんですけども、いいですね。やっぱり YouTube ってのはこういう風にですね、あの YouTube が YouTube 仲間が YouTube 仲間を紹介するっていう風な、このね、善の輪ができるんですよ。いい輪が、これが素晴らしいなと思います。で、あの YouTuber の中でも人の悪口を言う YouTuber さんっていらっしゃるんですよ。でもやっぱり人の悪口を言うことって、まあ悪い人が集まってくるっていうのかな、同じような人が集まってくるんで、あんまりいい活動にはなんないのかなと思います。むしろね、悪口を言うときは匿名性が高いね、まあ、Twitter とか使ったらいいんじゃないかなと思いますけど、 YouTube の場合は あいつがこんなこと言ってましたよみたいな感じになっちゃうんで、やっぱりね、人を励ますものとか人を褒めたたえる動画がいいんじゃないかなと思いますよね。まあ山根さん、人をね、こうすごく評価するというかね、尊重するのが得意な方ですから、今回新助さんにもものすごくいいアンサー動画になったんじゃないかなと思います。すごいなと思いますね。まあドローンっていうのが最近流行ってますけども、ヘリコプターっていうのはその数段難しいですから、その辺も理解された上での山根さんの動画ね、とっても素敵だと思います。ぜひね、山根さんの動画、新助さんの動画、揃ってね、見ていただければと思います。まあ山根さんの動画下につけておきますんで、ご覧ください。それでは失礼します。